皆さんこんにちは。今日は24時間年中エアコン管理のうちの室内飼育の様子を紹介するでち。暖房は26度設定で、除加湿機能付き空気清浄機もつけっぱなしでち。今の温度はこんな感じ、湿度もこんな感じ。まだ朝だからメダカちゃんたち寝てるでち。うちは夜もママが怖がりで電気がつけっぱなしなんでち。なのでこういう新聞紙とか布をかぶせて夜はメダカちゃんをねんねさしてるでち。こんな感じでね、そーっと覗いてみるでちよ。じーっとして寝てるでち。気づかれたかな。で、うちは飼育容器がバラバラで、いろんな容器をこうやって使ってメダカさんたちを入れてるでち。なので高さもバラバラなんでち。で、高いところ低いところ、そして出入り口に近いところバラバラなんでち。一番高いところに置いてある水槽の水温でち。置いている場所や水槽の大きさによって水温が微妙に違うでち。出入り口や一番下に置いてある水槽の温度は低くなりがちでち。そしてね、ひまりんちね、LED 照明は全ての水槽につけてないんでち。一部の水槽だけなんでち。でね、ビタミン不足になるっていうので、このカルキ抜きの中にビタミンが入ってるメダカさん用のを使ってるでち。本当は一つ一つに照明をつけてあげた方がいいと思うんですけど、今リンチは問題なくメダカさんたち元気にしてるでち。いろんな飼育方法があると思うでち。皆さんのお家に合った飼育方法をしてくださいね。これはあくまでひまりんちの飼育方法でち。じゃあね、バイバーイ。